今回は中国から届いたばかりの栓抜きスピナーをご紹介いたします。写真の通り栓抜きとして使えるんでしょうかね。これはそしてハンドスピナーとしての実力やいかに、ご覧ください。ズレンチ2に入れるねー、勘弁して。てってれー、おーすごい栓抜きだ、いいね。初めての実用的、うん、でもあんまり今本当は栓抜き使う時ないよね。自分で開けれるし、だけど可愛いね。てかこうくる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 ピュッ、裏おしゃれ。おしゃれだよね、意外と、うん、意外とおしゃれに入って、これに入ってたとは思えない。そうだよ、おかしいわ、ね、じゃあ開いてみます。あ、かわいい、すごい、なんかすごいおしゃれ。あのベストデザイン賞とかになりそう。ベストデザイン賞ね。ベストデザイン勘弁して。なんかしかも書いてあるぞ、なんか。なんか書いてある。の、どこから始まればいいの。あまんこ。じゃ今なんつった。ちょっとさらって言いやがって。これなんか一気に2個開けれるってことかな。サンサン一気に2個開けなくなる。開けないか、こうか。栓抜き用に買ってきました。かわいいじゃん、似合う。あ、似合う、似合う、アメリカ。じゃあやってみますか、うん、実用的なのか本当にね。参ります。お願いします。お願いします。え、あ、やば、え、無理。なになに、え、企画外かかんないよ。あ、こうか。え、え、ちょっと待って、こっち側でもやってみよう。あ、いったいったいった、いきそう、いきそう、いや、行かなくていい。いっちゃうよ。うん、いいよ。え、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 ちょっと待って、実用的じゃないってこと。実用的じゃないよ。あ、開きそう。折れた、今折れた、折れたね、え、折れた、折れた音したね。なんか飛んでったよね、今。逆、ね、逆今度こっちの。ダメだったらこっちっていう、うん、ダメだったらこっち。え、あ、でもプシッって言ってんで。あ、ちょっと行きそうな、行きそう、行くぞ、行くか、行け、行くぞ、行くぞ。ああ、はい、じゃあ CM 風にお願いします、ピープルさん。はい、はい、一口飲んでから、はいはい、コーラのね、あのいつものキャッチコピーお願いします、うん、ああ、いいことあるぞミスター、あ、ミスターコカコーミスターコカコーラじゃないよね、それミスタードーナツだよね。どうだっけ、コカコーラ。では、栓抜きスピナーお願いします。せーの、あー、どう、この感じね。どうこれ、すぐ止まりそう。これやばいな、これね。でも音はあんましてないね。うん、音はしてないし、結構スムーズに綺麗に、あの摩擦もなさそうに回ってるけど。これ行くか、今19秒、20秒いった、20秒いった、22秒、いいね、24秒、お、頑張った。30秒いくんじゃない。うん、30秒絶対いく、行きそう、行きそう、行きそう、行く、行く、行く。あ、30秒いった、行きました、30秒いきました。あ、一本に行ってほしい。行くか、行くか、行くか、行くか。40秒切った、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、1分超えしました。1分超えしたらもういいもんね。まあまあいい感じかな。ということで、栓抜きスピナーは栓抜きとしても使え、偽スピナーの中でもそこそこね、回る部類の方のね、ハンドスピナーでしたね。次回はついにあのシンガポールから届いたばかりのパチンコスピナーをずっぽしとずっぽしとずっぽしと紹介したいと思います。そんだけ。あー、ケツかゆい、むしろ玉もかゆい、心開いてよ、ケツをなめろ。ガラス革命。